皆さんどうもこんにちは。映像プロデューサーのリットです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回あのタイトルに映像クリエイターのくせにあのクエン酸って一体何なんだっていう、ね、お話なんですが、まあ、ちょっと興味ない方も、ね、いらっしゃるかわかりませんが、まあ、ぜひともこの話はね聞いていて絶対損がありませんので、絶対最後までお聞きいただいた方が1週間後ぐらいからかなぐらい効果出ます。体が本当に楽になります。はい、まあ、なんでこの話をこの映像クリエイターの僕が今しようとしているかというとですね、まあ、映像クリエーションやってるとね非常にストレス溜まるじゃないですか。なんかすごいもうずっとパソコンの前だし、もうしかも何時間もう下手したら10時間ぐらいずっとパソコンの前、しかもそれが何日も続くとかね、特にあの編集者の方なんて特にそうですよね。まあ、映像、まあ、ビデオグラファーの方はね、まあ、外に出て、まあ、ちょっと外の空気を吸って、まあ、それでもなんかいろいろと、まあ、緊張感もあったり中で、まあ、なかなかそのストレスフリーという方っていうのはなかなか少ないんじゃないかなと。で、まあ、そう思っていたとしてもそれは実は思っているだけであって、実際は体が結構ストレスを受けていたりとかですね、まあ、体がストレスを受けるっていうのは分かりやすく言うと、まあ、例を挙げて言うとですね、例えば睡眠不足だったりとか、まあ、これももう今もう現代もうあるじゃないですか。どなたも、ね、あの受験生もそうだし、今特にね受験生忙しい時期だと思うんですけれども、まあこれ見ていただいている方々は結構若い方々が多いかと思うので、まあ、そういう、まあ、ビデオグラファーの方でねみんな若い方多いじゃないですか。なので、まあまあ、そういう方々もいらっしゃるかもしれないですけど、これあくまでもその健康というのはこれは何も僕たち世代以降、まあ、要は40代以降のそのおじさんたちだけじゃないんですよね。やっぱりパフォーマンスを上げるっていうことがすごくやっぱりビジネスにおいてすごく重要なことだと思うので、やっぱりそのストレスフリー、なるべくストレスフリーな状態で、まあ、体も、まあ、とはいえばやっぱり寝不足のにねあのならざるを得ない時期だってもちろんありますし、まあ、そういったことっていうのもすごく必要なことだと思うんですけれども、まあ、何かちょっと摂取することで、まあそういったものが少しでも軽減できるんであれば良くないですかね。なので、まあ、ぜひともこの動画は最後までご視聴ください。もう絶対に価値ありますからね。はい。Film lit。はい、それではちょっと早速ね本題入っていきたいなと思うんですけれども、まあ表題というか、まあ、タイトルにもあったようにそのクエン酸。クエン酸ですよ。クエン酸は皆さん聞いたことありますよね。学校でも習いますね、クエン酸ってね。クエン酸を飲む、要は酸ですよね、クエン酸って。だからクエン酸って飲んだら体の中これ酸性になっちゃうんじゃないのって思いますよね。まあ、体の中というのはそもそもアルカリ性で保たれている方がやっぱりいろんな意味でその健康にいいわけなんですね。まあ、よく言われるその活性酸素とかっていうのああいうのを除去してくれる、まあ、そういうところからこう、まあ、抗酸化、まあ、要は酸化するっていうと、まあ、錆びるのが酸化ですよね。まあ、酸素とくっつく、まあ、酸素と結合することがまあ酸化というふうに基本的には言われるわけなので、まあ、錆びるっていう意味なんですよね。で体の中が錆びていいわけないじゃないですか。まあ、これぐらいわかりますよね。でタバコを吸われる方だとか、まあ、あとあの食品添加物、ね、もう今もう避けれないですよね。それであとコンビニ弁当を毎日食べてるとかですね、まあ、なんかあの本当にまあいろんなものがまあ食品添加物を毎日僕たちは摂取してるわけです。でその中でですねどんどんやっぱり体の中が酸化してきちゃうんですね。で酸化してくるとどういうことが起こるかというと、やっぱりまあよく言われるそのがんになりやすかったりとかですね、あとはなんかそのウイルスが体の中に入ってきたときに自分のその免疫システムがですねあんまりうまく働かなくてですね、例えば今でいうとコロナにかかりやすくなっちゃったりとか、まあ、あとは体が変にずっとこう慢性的にこう疲れているような感じをこう受けたりとかですね、なんせそのパフォーマンスが発揮されないんですよ、その仕事とか勉学の、ね、でせっかく自分の能力がこれぐらいあるのにこの能力をフルで活用できないってこれほど辛いことってなくないですか。まあ、例えば編集なんかで言う動画の編集なんかで言うとプレミアプロ使ってメモリを例えば16ギガのメモリだとか32ギガのメモリとかせっかくあるのにそれ全部使ってくれなかったらやっぱりカタカタカタついて遅くなっちゃうじゃないですか。あの状態が人間の体でも起こってしまうというね、まあ、非常にあの効率が悪いわけです。じゃあしっかり寝れればいいんですけれども、寝てる間にね本当にいろんなまあ成長ホルモンだったりとかいろんなその体を修復するその作用っていうのがありますので、睡眠っていうのはね本当にあの大事なんですけれども、まあ、それぐらい皆さんもお分かりなんだけど、
ね、なかなかまあそればっかりも寝てばっかりもいられないっていうこともあって、やっぱりまあその納期が押し迫っていて、まあ、編集急がないといけないとかね、やっぱりまあ人ってまあ今本当に情報量が多いので、やることが今現代の人たちっていうのは本当に多くなってるんですよね。で SNS もチェックしないといけない、まあ、しないといけないわけじゃない場合が多いかとは思うんですけれども、まあ、そういった仕事されている方は別としてね、なんですけど、まあ、基本的にやっぱりまあなんとなく見じゃないですか、大体ね SNS ってね。例えば Facebook なんとなく開いてみたり、 Instagram なんとかなんとなく開いてみたりで、なんか面白い記事があったらまあそこでまあずっと滞在してしまうとかみたいなね、なんかそういう、まあ、可処分時間の奪い合いを GAFA の人たちがみんなこぞってやってるわけなので、 GAFA だけじゃなくて、もういろんな世界のいろんなこうシリコンバレーの企業をね、中心に、もう本当にいろいろそうやって可処分時間を僕たちの毎日奪われてるわけです。ってことは、まあ、情報量が非常に多くなっちゃって、その分なんかやらないといけないこととか、そこに使う時間というのがどんどん取られて削られていっちゃうわけなんですね。ってなると、一番人が削りやすい時間って何なのかというと、やっぱり睡眠になっちゃうんですよね。で、まあ、じゃあちょっとこの本当は1時本当はまあね、まあ10時ぐらい寝て、ね、まあ6時間から8時間ぐらい寝る方が本当はいいんですよね。なんですけど、今の時代ね、10時に寝れる方ってこの中何人いらっしゃいますか？なかなかいらっしゃらないですよね。で、僕なんかももちろんそんな生活できないんですよ、10時に寝るなんて、ね。まあ、寝るときは寝ますけどね。で、まあ、その代わり、まあ、僕はまあ比較的まあ、ね、おかげさまでこう自由にまあ時間使わせていただくことができているので、今はなんですけど、まあ、本当に20代30代の頃ってもう絶対そんなことできなかったんですよ。もう絶対にまあ寝る時間って言ったら、まあ大体30回ってましたね、いつもね。で、まあ、そうやりながら、まあ、人が寝てる時間に俺は頑張るんだと思いながら、まあ、そうやってやっていて、まあ、体がどんどん酸化していってたわけなんですよ。それで、今からですね、まあ、数年前に一度僕実は胃がんになっちゃったんですよ。胃がんになっちゃったですね。まだステージ2だったんで、まあ、今はもう完全完治してね、やってますが、まあ、そのがん治療一切受けないんですけど、僕はがん治療しないっていうのはもうね、これも決めてるので、それがステージ4だったとしてもしません。まあ、他のその免疫療法というのはいろいろあるので、まあ、そちらの方をまあ試してみて、それでもダメだったらもうしょうがないなって思ってる。まあ、他のその免疫療法というのはいろいろあるので、まあ、そちらの方をまあ試してみて、それでもダメだったらもうしょうがないなって思ってるんですけど、ただ本当にまあがん治療しちゃうとね、まあ、これあんまりこういうこと言えないんですけど、こういう動画ではまあ、いいか悪いかもうね、皆さん次第だと思います。まあ、これ以上突っ込まないでいきましょう。で、話戻しまして、クエン酸、はい、クエン酸がどういいのか、酸ってついてるから体の中で酸入っちゃったらダメなんじゃないかって思われがちなんですが、実はそうじゃなくて、酸っていうのは空気中、まあ、要は体の中に入る前は酸であったとしても、その体の中でそれが分解されて、それの、まあ、簡単に言うとですね、その、まあ、その残骸っていうんですかね、体の中にその消化して分解されたという残骸みたいなものが残るんですね。で、それが結果アルカリ性であるのか酸性のまま残っちゃうのかっていう、まあ、ここに大きな論点があるわけなんです。で、まあ、その中でクエン酸というのはですね、必ずしもアルカリになるんですよ、アルカリに。なので体のその抗酸化作用として非常に有効だっていうふうに実は言われているんですね。で、クエン酸って皆さんお値段とか調べられたことはありますか？ないですよね。ね、超安いんですよ。超安いんですよ。誰でも買える値段っていうか、もう1キロぐらいで1000円とか、そんな値段で売ってるんですよね。もう1キロって大きいですよ。僕がね、ちなみに飲んでるのはこれなんですけど、はい、これね、アマゾンで1000円で売ってます。それこそで、クエン酸で買うときにちょっと気をつけた方がいいなと思うのは、やっぱり国産であるっていうこと、まずこれ大事ですね。それで大体ですね、その、芋から取られる場合が多いんですけど、クエン酸っていうのはね、それでもそんな高くないんですよ。本当に安いんですよ。まあ、僕飲んでるこれなんて1000円ですからね。こんだけ、まあ、大きいんですね。本当はなんかここに持ってきて一緒にこう写真撮りたかったんですけども、なんかもう今日見たらなんか本当もう汚くなっちゃってたんで、ちょっとまあ写真の方がいいかなと思ってこうさせてもらってますが、ちょっとアマゾンでね、一回調べてみてください。1000円で買えますので、これをですね、例えばこういうペットボトル、これ水なんですよ、中に入ってるのね。で、普通に浄水を、まあ、浄水だったりとか、まあ、あんまりね、ペットボトルの水もですね、加熱されてる、加熱処理をしてしまった水だと、やっぱり全然ミネラルとか取れないんですよね。それでなんか水にそもそも含まれているなんかそういう栄養素取れないので、まあ、買うときにペットボトルの水買うときはちょっとこう裏を見てですね、加熱されてるかされてないかっていうのをよく見て購入された方がいいと思います。で、コンビニに並んでるのはほとんど
加熱残念ながらされています。はい、なので、まあ、なかなか見つけるの難しいんですけれど、ペットボトルの場合の水を飲む場合はそういうのをちょっと気をつけられた方がいいかなというふうに思います。それで、まあ、水道水ってねあんまり良くないですよね。ただ、まあ、しっかりと浄水をしてある一定値にちゃんと傾けることができるっていう環境があるんであれば水道水で構わないと思います。ちゃんと浄水された水道水をですねペットボトルに入れて、それで、スプーンでですね1杯ちょうど山盛り1杯ぐらい僕はだいたい入れるんですが、山盛り1杯ぐらいをこの水の中にシュッと入れるんですよ。そうするとね冷たい水だったとしてもですよなんかすぐ溶けるんですよ。あのクエン酸って不思議なぐらいすぐ溶けるんですけど、でもちろんクエン酸って酸っぱいんですよね。酸っぱいで最初慣れるまではちょっとなんかうわーちょっとこれ酸っぱいわって思われるかもしれないんですけど、本当ね1週間かかんないかな、3日ぐらい飲んでればなんかね慣れてくるんですよ。それで余計になんかもうちょっと濃度濃くしようかなとかって思ったりとかしてくるんですが、まあ、大体1日 5グラムぐらいがだいたいいいっていう風に言われてますね。朝と晩で5グラムで、僕は朝晩っていう風にいちいちこうね分けないで、もう一日中このペットボトルにそのクエン酸を溶かした水を一日中持ち歩いてるんですけど、喉が渇いたらいつもこれを飲むようにしています。で水筒とかねそういうのでもいいんですけど、それだとなんかこう中がちゃんとちょっとこう洗いにくいじゃないですか。なのでだいたいペットボトルの水をまずは買ってきて、そこにまずは1個目クエン酸入れて振って、でなくなったらまた水を足して夜はそれ飲んで、次の日はまた新しいペットボトルに変えてっていう感じで使ってるんですね。そうするとまあ常にこう清潔でね保つことができやすいので、クエン酸飲む前とクエン酸飲み始めてから飲み始めてからとでもうね体の調子がねぐんと変わりました。はい、もう本当です。もうこれね、まあ、僕だけなのかなと思いきや、結構ネットとかで調べてると分かっていただけると思うんですけど、結構そういった声多いんですよ。じゃあなんでこのクエン酸がそんなにバーッと広まらないのって思っちゃうじゃないですか。そんなにいいんだったらなんでクエン酸がもっと世の中に広まらないのかなって、実はですねその体の中をですねその弱アルカリに保つことができるものって今のところねその身の回り品でこうすぐに手に入るものでいうとクエン酸ぐらいしかないそうなんですよ実は。はい、まあ、これちょっとね分かんないですけど、僕の知人のね僕の友達の医者が言うにはそうなんですよね。で、まあ、結構そういう話って結構出てくるんですよウェブ上でも。じゃあなんでじゃあそのクエン酸が広まらないのかというと、クエン酸って非常に安いじゃないですか。これがみんな知っちゃうと病院潰れちゃうみたい、まあ、薬剤の会社が潰れちゃうみたいですねみたいなぐらいのことを言ってました。その知人がね医師なんですけど、はい、言ってて、それでですねなんかなるほどそうなのとかつって、まあ、僕はだいたいこれ飲みかけてからまだ1ヶ月ぐらいなんですけど、実はでなんかねもうすこぶる調子いいんですよ。はい、もうね本当おすすめです。で、まあ、これはね、まあ、もちろん体に合う合わないもあると思いますので人によって、なので僕がこう言ったからといってそれ飲んでどうだって責任取れないですからね。ご自身の判断で飲んでいただく方は飲んでいて試してみてみられたらどうかなというふうに思うんですけれども、合わないなと思ったらすぐやめた方がいいですね。もちろんすぐやめた方がいいです。で、合わないってそんなないのかなとかっても実は思うんですけれども、いろんなねビタミン A だとか C だとかいろんなものを取ってですね、そうやってこう体の活性酸素を、どんどん除去していこうよっていうふうなねこともいろいろあるんです。もちろんそれもね間違ってないと思うんですけど、やっぱり大変じゃないですか。だけどクエン酸だったら普通にこの水にペッとこう入れてこうシャシャって振るだけでそれだけでもできちゃうので、それで、あとは飲むだけじゃないですか。で今までコーヒーばっかりすごいコーヒー飲んでたんですよ。だけどコーヒーだいぶ減りましたね、これ飲むようになってから。ですこぶる体が調子良くなるので、あんまりそのコーヒーもねやっぱり体を酸化させちゃうのであまり良くはないんですよね。それとあとなんかその焼肉とかいうね直火で焼いたようなものとかでもあれまさにこうね酸素がひっついちゃってるんで絶対食べちゃダメとかそういうことじゃなくて、気をつければいいっていうことだと思うんですね。で、あんまり食べたいのに食べれないってこれもまた一つストレスを作る原因にもなるので、あまり僕は体には良くないんじゃないかなっていう、そういう偏食っていうのはあんまり良くないんじゃないかなというふうに思っていて、よくビーガンとかね別にそういう人たちを否定するつもりは1ミリ毛頭ないんですけれど、あれはあれで、ね、素晴らしいなんか理念がありますので、それはそれで、その理念に沿っていこうという、ね、その一つの その考え方だったり思想だったりとかすると思うので、そこに他人がどうこういう筋合いはありません。ただやっぱりその偏食っていうのは僕は基本的に僕個人はそういう偏食っていうことはしないように、心がけていますね。ただ、あまりにも、明らか体に悪いであろうというものは、極力
識的に食べないようにはしていますが、ただまあ僕はラーメンも大好きですし、やっぱりまあ小麦もね、もう僕ずっと抜いてて、まあ、うちの家であの料理してもらうときもうちの奥さんがですね、あの米粉を買ってきて、その米粉でどんどんなんかその揚げ物とかしてくれるんですね。で、まあ、大体まあグルテンフリーです、僕の生活は。それでまあ基本的に外食だとそういうわけにいかないじゃないですか。だからといって、いやもうすいません、僕ちょっとあのグルテンフリーなんでって言っちゃうと、やっぱりまあ例えばそのクライアントさんとね一緒に食事行ってるのにとかね、あのそれ友達と行ってるのになんか感じ悪いじゃないですか、ね、あのだそっちの方がリスクかなと僕は思っていて、まあ、それぐらい摂取する分は全然何も問題ないと思うんですよね。それで、あとはまあそういう体がどんどん酸化しないようにするための配慮をちょっと頭に入れて生活をするだけでですね、非常にあの集中力がついてきたり、まあ、本も読むのも早くなりますよ。本当に本ね、僕本が大好きなんですけど、あのだいたい毎日本読む時間作って本読んでるんですけどね、なんかね本読む時間がねすんごい早い、まあ、要はすごく入ってくるんですよ。それで、まあ、ちょっと分かりにくいなと思ったところをもう一回読み返してとかってこうやってたのが、その回数が、まあ、具体的なことを言うと減りましたね、本当に。それでやっぱりなんか目覚めがいいんですね。それあとぐっすり寝れます。なんかそれとね、あとね一つ、まあ、これ難点ちゃ難点なんですけど、まあ、体にとってはいいことだろうとは思うんですが、あのやっぱりおしっこ行く時間があの回数が増えましたね、はい、あのトイレに行く時間が本当にあの時間というか、まあ、あの回数がちょっと増えるっていうか、あの、まあ、ちょっと変な汚い話で大変恐縮なんですが、あのねおしっこがすごく長くなるんですよ、まあ、すんごいあの変な話出るんですね、はい、それぐらいなんかやっぱり利尿効果ももちろんあるんだなとかって思ったりとかしてですね、やっぱりもうこのクエン酸っていうのはぜひともやっぱり僕のチャンネル知っていただけた方にはね、ぜひとも知っていただけたらなというふうに思って、あの映像クリエーションと全くもって関係のない話で今回は本当に恐縮だったんですけれども、まあサムネイル見てね、なんだクエン酸ってって思われた方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、なんかまあ開いていただいて本当に嬉しいです、ありがとうございます、はい。でまあ、ただまあこう開いていただいておかげでですね、あの皆さんはこの知識、まあ、もう当然ねもうとっくにご存知の方も中にはたくさんいらっしゃると思うのでね、そういう方に対しては本当にあの大変なんか今更何言ってんだって感じかもしれないんですけれども、まだ知らない方の方が多分多いんじゃないかなというふうにも思っていて、で、まあ、それだけでただ飲むだけで何も手間かかんないし、飲むだけで体がこんなに軽くて楽になるんだったらと思ってですね、ぜひともこの情報は皆さんとシェアしたいなというふうに思って今回の動画を撮らせていただきました。フィルムリッド、はい、ちょっと迷ったんですけどね、なんかその映像クリエイターがねこんな全然関係ない話するとね、なんか誰にも見られないということが非常に多いので、なんか誰にも見られない動画をなんかこう作るのも虚しいじゃないですか。だけど今ここまで見ていただいた皆さん本当にどうも感謝しております。はい、それでまあいろいろねあのコメントとかもね本当にねもう温かいんですよ、皆さんのコメントね本当なんかね、これもちょっと今ねあのコメントでいただいたんですけど、これがブラブラ揺れてるのがすごい、まあ、ちょっとあえて言うなら気になるっていうね、すごい優しい言い方をしてくださってるあのくださったご視聴者の方とかですね、コメント寄せていただけて、いちいちね愛があるんですよ、そのコメントに皆さんの。でもやっぱりこの SNS ってやっぱ結構なんかね有名になっていけばいくほどなんか本当にいろんなアンチの方もいろいろ出てきたりね、あのそれはしょうがないと思ってるんですが、まあね、アンチって言ってもね反対の意見を言うことがアンチっていうわけじゃないんですよ。やっぱりそれってすごいやっぱりねあの勉強になることもやっぱ僕たちはすごく多いですし、やっぱりなんかそれすごいありがたいことなので、別に反対意見がアンチっていうことじゃなくて、あの一重にねそうじゃなくて、ただあの人としてちょっとこう心ないあの言葉をかけるぐらいだったら、じゃあコメントしない方が良かったんじゃないのかなって、あのなんかちょっとそういうふうに僕は寂しい思いになってしまうもんですから、なんかそういうふうなことにも耐えてこの YouTube をやっていかないといけないのかなって、ちょっと覚悟はもちろんしてるんですけどね、今もねしてるんですけれど、その角度が、ま、覚悟が全く無駄じゃないのかなって思えるぐらい温かいコメントをね、本当あの皆さん全員ですよ、全員あのコメントいただいた方全員の方がもう本当に温かいコメント、何かご指摘いただく時もあるんですけど、それもすごく愛があるんですよ、なんかね温かい書き方をしてくださっていて、もう本当嬉しい限りなんですね。だからまあね、あの増えて人数が増えていくことに、やっぱりなんかそういう方ばっかりじゃなくなることっていうのはもちろんあの予想はしているんですけれども、まあ、できればこのチャンネルはなんかこうねあの優しい場所であればいいなというふうに思っていて、なんか温かい場所であればいいなっていうふうに、あのそんなお花畑みたいなことを考えております。
それでねこの場をお借りしてそういった温かいコメントをねいただいて なおかつ、グッドボタンとかね押していただけてる方皆さん本当にありがとうございます。御礼申し上げたいと思います。フィルムリット。はい、というわけでですね、今回はこういった動画になりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひともね、もう Amazon でこのもう一度出しておきますが、これね、まあ、URL 出すとね、なんかね、もうアフィリエイトみたいな雰囲気に思われちゃってなんか嫌なんで、ちょっと調べてみてください。クエン酸、国産、食用って、キーワード入れると出てきますので、これがおすすめです。これが何度も出しまして申し訳ないですが、これがおすすめですね。はい、で、まあ、これ1000円で買えますので、ぜひとも今すぐこの動画を閉じたら、検索してポチってもらって、明日届けばぜひとも飲んでいただければ幸いです。で、またね、どうだったかね、その効果とかまた教えていただけたらね、本当嬉しいです。で、そのコメント欄とかにいろいろ書いていただけたら、そのコメントを見てくださる人たちがまたそれで勉強になってくるので、まあ、そういったコメント欄になっていけばすごく嬉しいなというふうに思っております。なので、ぜひともまたレビューねお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。